みなさん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はなんだっけ、緊急報告動画。緊急じゃないよ、近況報告ね。そんな緊急で言うことないよね。間違えた、すいません。なんだっけ、近況報告動画。待って、めっちゃ恥ずいんだけど。うん、ということで、あのですね、まあ、最近私動画に出てなかったんですけども、そういったね、そうですね、学校であったこととか、ちょっとおしゃべりできたらなっていう動画です。はい。ということで、喋っていくんですけども、私テニス部に入りまして、あの、部活ずっとテニス、だから放課後ずっとテニスで、あの、マジで焼けたの。やばくない？ここのさ、境目さ、このさ、ここの肌と首の肌の色の違いとか、足の靴下のラインとかめっちゃわかるの私で。本当にさ、毎日さ、日焼け止め塗ってるのにこれだから、マジでもうやりないっちゃうみたいな。もう顔もね、うっすらとマスク焼きがあります。そうそう、でもテニスはすごい楽しいの最近で、あの、先週かの大会があって、先輩が勝ってくれましたよ。すごい、すごい。あの、私もさ、もう来年にはもう大会出れる年っていうか、出れる学年だから、マジ頑張らないとなんだけど、なんかね、ボレーがかっこいい人がいっぱいいて、超かっこよかったって言っても、ちょっとテニスわかんない人はちょっとボレーとか言ってもわかんないから、学校の話するわ、じゃあ、部活じゃなくて。どうですか？中学生になって3ヶ月ぐらい過ぎましたけど、楽しいです。楽しいです、めっちゃ楽しい。え、待って、ママが聞いたら分かると思うけど、毎日楽しいって言ってる私。確かに。そう、楽しい、すごい楽しい。まあ、小学校も楽しかったの。小学校も楽しいって言ってるよね。うん、小学校も楽しかったの私、比較的に小学校も楽しかった。で、今ね、そう、生徒会選挙っていうのが始まろうとしてて、なんか役員の人とか、その選挙出る人とかさ、決めるんだけど、私やろうか悩んでて、超悩んでんの。でもやるとまた忙しくなるじゃん。けどさ、聞いて、私そういうの大好きなの。あの、そういう、なんていうの、みんなの前でなんかやるとか、そういうの大好きな子で、あの、やりたくなっちゃったみたいな。でもなんか、私、あの、クラスリーダーっていうのかな、なんかいるんですよ、クラスのリーダーみたいな人。そっちやりたくて、でも私一学期落ちちゃったんですよ。それ、まあ、しーちゃんがいたとしよう。あ、しーちゃんじゃないな、 D ちゃんにしよう。しーちゃんはややこしくなる。D ちゃんにしますね。 D ちゃんがいて、私と D ちゃんで浜前で演説みたいなして投票して負けちゃったんです。私、悲しくない？悲しい。けど、その子、あの、同じ小学校だったんですごいわかるんですけど、私より絶対的確、私よりリーダー的確だった子だから、みんなすごいなと思って。あの、だって入学式でさ、食事だっけ。そうなの、述べちゃう子、述べたの、あの子が、生徒代表で前で述べるような、もう優秀な、そう、もう小学校の先生たちが絶賛した生徒なので。そう、あの、私の6年生の担任の先生が絶賛してたの。強くね。まあ、しょうがないよ。だからもう、誤差って言われたの、私の担任の先生には。すごい誤差だったけど、今回は D ちゃんが選ばれましたみたいな。って言われたんですよ。なんか保護者会みたいなのがあって、なんかお母さんが先生に言われちゃったらしいです。僅差だったんですけどねみたいな。まあ、うんでね、ちょっと今生徒会受けるか悩んでるんですけど、ちょっとね、考えて決めたいなと思います。で、あとね、やっぱ部活かなって思うんだけど、やっぱ部活が一番変わったっていうか、小学校時代から変わって、その部活が入ると、あの、午前、帰るのがね、6時とかなので、そっからご飯食べてお風呂入ったりすると、まあ大体ね、9時とか10時とかになっちゃって、なんか動画全然撮れないし、あとね、今週ね、大会なの、1日土日が2日とも連続で大会で、朝のね、そう、5時に起きて朝の6時40分集合で、そっから帰ってくるのが4時半、4時ぐらいおにぎりとか食べて、うんね、だから夏休みも、あの、午前中部活だし、宿題いっぱいあるしみたいな。
まあね、でも仕方ないよね。だからね、うまくあの合間を見てね、ちょっと動画をね、あの撮れたらなって思ってるんですけど、もう私動画撮るの好きだから、喋るの好きだから全然苦とかじゃなくて。しかも今日はたまたま、月曜日はでも動画が、部活ないんだよね。そう、なくて、しかも私月曜日部活じゃなくて、習い事のギターがあるんですね。じゃーんってやつ。でも今日それがちょうどなくて、お休みでして、久しぶりのね、今お腹鳴ったの。マジ？そうそう、久しぶりのね、休みということで動画を撮っています。だからね、めっちゃ久々にメイクしたの。二重にしちゃったよ。そんなキャラだったっけ？だけどこれから夏休みに入ると、午前中部活で午後空きなので、そこで宿題とかそういう撮影とかできたらなとか思ってるんですけど。花火大会今年あるくね。あるね、いろんなとこであるね。千葉県も、千葉県もいろんなとこであるよね、うん、ちょっと浴衣着たいなと思ってて。私浴衣、なんかいい浴衣ありません？いい浴衣、いいサイトみたいな、浴衣かわいいのいっぱいあるよみたいな、ちょっと教えてください。あ、そう、コメント欄多分ね今大丈夫だと思うんで、うん、ちょっと教えてください。お願いします。たまに閉まっちゃってるけど、うん、はい、いい浴衣があるサイトっていうかお店を教えてください。もうお腹ペコペコなんでしょ。ご飯にしますか？お腹すいた。今日部活ないのにお腹すいた。だってもう何気に7時15分だよ。わあ、やばいね、やばいね。お腹すいた。ちょっとお腹すいたんでご飯食べますね。ということでね、緊急報告、間違えた、近況報告ね。近況報告。ということで近況報告だったんですけど、どうでしたでしょうか。私のね、今住んでるっていうか生きてるの分かったんじゃないかなと思います。そんな重いの？生きてる。生きてる報告。生きてる報告。生きてますよ、元気です。ということでね、これからもね、たくさん動画出したいなとか思ってたんですけど、ちょっとね、ちょっと、辛いっていうか、なんだっけ。辛って言っちゃってるじゃん。いや、でもね、まあ、皆さん、誤解しないでほしいところは、先輩が、もう本当、優勝とか、もう、県大会でどんどん勝ち進むってことは、すごくいいことだからね。そうなんですよ、素晴らしい。そこだけめでたいことなんですよ。誤解されないようにしないとね。そう、それは素晴らしいことです。聞いて1年って打てないから応援するとか見るだけなの。まあそれはしょうがないよ。でもそこの場にいて応援できるっていうことはいいことですからね、うん、1年生だからもうこれいけないっていう部活もいっぱいいるわけよ。こういうご時世だし、人数多い部活とかさ、いけるってことはいいことなんだから。そうだよね。本当にめでたい、本当にことなんだよ。ポジティブよ、ポジティブ。ポジティブ。もうやだ。ということでね、まあ、夏休みとかになれば、TikTok とかもめっちゃ更新できると思うし、動画もね、頑張って更新したいなと思います。本当にね、マジでさ、ごめん、最近、本当 TikTok マジで更新してないよね。本当にごめんなんだけど、本当に。なんかさ、ディズニーの動画さ、さ、ディズニー行って2週間ぐらいにさ、行きましたって動画あげるとかさ、本当にさ、良くないよねって。妹の誕生日過ぎてからさ、2週間ぐらいしてさ、あげてさ、リミちゃんお誕生日おめでとうございました。だってリミに怒られたからね、あの動画撮った時も遅くて、もう終わった、リミの誕生日もう終わってるとか言われてたよね。遅いってない？リミちゃんあんまそういうこと言わないんだけどさ、そうね、そういう子にさ遅いって言われたのよっぽど思ってたんだろうね。うんね、本当に申し訳ございませんでした。はい、ということでこれからはね、ちょっと TikTok もね、毎日投稿ってね、ハッシュタグつけたいんで、ちょっと毎日投稿ね、夏休み頑張ろうとかなとか思ってるんですけど、まあ多分無理なんですけど、ちょっとね頑張りたいなと思います。ということで今回はね、この辺で終わりにしたいなって思います。
それではバイバーイ。久々すぎて締め方を忘れてしまう。バイバーイ。